まあ、これ見る限りだと、まあ、直噴に近いですね。はい、こんにちは、かばばです。今日はストーブの紹介をしたいと思います。はい、こちらです。こちらは僕の大好きなメーカー、ソトのマイクロレギュレーター搭載のストーブ、ST330 のご紹介です。で、こちらはですね、去年かな、発売されてたんですが、この分離式ストーブっていうのは比較的やっぱり好きでですね、まあ3つか4つ持ってます。いわゆる CB 缶、カセットボンベですね。このタイプの分離式っていうのは、同じく外の ST301 というちょっとね重くてでかいやつがあるんですけど、まあ、それ以来買ってないもんですから、ちょっとこれ非常に興味があったんですよ。っていうのはですね、これだいたい分離式っていうと、まあ重くてかさばるというのが定番なんですけど、これは非常に軽いという噂でですね、あとマイクロレギュレーターがついてるんで低温にも強いと、まあ、そんなところでまあいつか欲しいなと思ってたんですが、ちょっと手に入る機会があったので今回ご紹介したいと思います。それでは開封しましょう。あ、これはね、本当だね。やっぱり噂通り、あの外特有のあの黒いビニール袋、これはついてないですね。あのガサッと入ってる感じです。はい、中は、取説ですね。まあ、外の取説で非常にあの親切に書かれてます。まあ、これが一つと、まあ、あとは本体。以上ですね。すんごいシンプル。要は中に入ってるのは、まあ、取説と本体ということです。はい、早速ね、まあ本体ですね。いや、これね、確かに軽いわ。なんか想像よりもずっと軽いですね。分離式のイメージ、重くてかさばるっていうのから考えると、まあだいぶ改善してるというか軽いですね。あのガソリンバーナーでね、僕はあのウィスパーライトインターナショナルと思ってるんですが、ちょうどそれぐらいの大きさですね。で、ここは取り付け部分なんですが、ここに CB 缶がはまるわけですね。このようにね、展開した状態でのサイズを測ってみますと、まずね、高さです。僕は一番最初に気にするのはこの高さなんですけど、これがね、まあ、この定規で測りますと、まあ、約高さが9センチですね。非常に低いです。それとこの五徳の径ですね、まあ、ここの端からこの端まで、これで測ってみますと、まあ、約16センチ。ですからね、あのこれまあ見た目でも分かるんですけど、相当大きな鍋、例えばダッチオーブンなんかも、まあ、十分乗る大きさになってます。バーナー部の直径約6センチあります。で、ちょうどこの五徳の切れ目からこの切れ目まで要は7センチあります。ですので直径7センチ以下の、コップとかですね、まあ、そのような器は、まあ、直接置くことができないと、まあ、ネットかなんか敷いた上で置いてくださいと、まあ、いうような作りになってます。で、ここがですね、やっぱり分離式の肝なんですけど、まあ、ここのホースはね、非常に柔らかいです。MSR のね、ガチガチなやつと比べてやっぱ日本製はいいですね。非常にグニグニ柔らかいです。だから変な癖がね、こうつかずに済むと思いますよ。はい、でこちらの、まあ、ボンベとの直結部なんですが、まさに CB 缶仕様で、ここに切りかけがついてます。まあ一応外のストーブなんでねこれは外のパワーガス ST760 の新品です。まだ使ってないんですけど、これを一回はめてみますね。これは皆さんご存知の通り、まあデコとボコがありますんで、まあデコとボコを一回合わせていただいて、はい、押し付けて右に回すと、はい、これだけで十分です。黒い矢印が、まあ、上に向いてれば、これが正解の置き方ですので、まあ、問題ない、まあ、ここにね、下にブリッジがついてますんで、まあ、これでもしっかり固定されておくことができます。で、着火なんですけど、まあ、この手の軽量ストーブにありがちな着火装置はこの下についてるとかね、まあ、そういうんじゃなくて、しっかり着火装置もこちらのバーナーの根元の方にくっついてます。ここですね、いわゆるイグナイター、これを、まあ、押してみますと、はい、しっかりね、火花を確認することができます。まあ火をつける前にいくつかこうお話しさせていただきますと、こちらの出力ですね、発熱量
これは約2500kcal/h ということで、この手の分離式ストーブの中ではまあわりかし強い方かなと思います。まあ、気温でいうと25度の無風の状態で、点火してから5分間の燃焼データで 2500kcal と。で、使用時間に関しましては約 1.5 時間。このボンベ、ST760 を使った場合で 1.5 時間持ちます。非常にこれは経済的ですよね。まあ、実際 1.5 時間っていうと、まあ、大体8掛けぐらいに見積もっても1回の参考でこれ十分間に合っちゃうと思います。あのね、やっぱり天場でガスバーナー使ってる人ってほとんどがね、やっぱり OD 缶なんですよ。で、OD 缶はね、OD 缶の方がこう山をやってるっていう、まあそんな気持ちになるのも一つあるんですけど、OD 缶の方が内容がですね、イソブタンを多く使ってるとかね、あとはまあプロパンが入ってるとか、やっぱりアウトドア向きのガスが中に入ってるんですよね。ただこの外のパワーガスの場合は、まあ、そんな OD 缶と同じような成分が十分入ってますから、まあ、これを持ってって、まあ、天場で使っても全然おかしくないと、まあ、いうふうに思います。データ的な内容は以上です。外のバーナーの特徴としてですね、このすり鉢状のバーナーヘッドがありますね。まあ、ウィンドマスターなんかもこうですけど、このすり鉢状のバーナーヘッドによりですね、優れた耐風性つってもね、まあ、これぐらいの傘しかないんだけど、やっぱりね、すり鉢状とそうじゃないのはもう全然違いますよ。あともう一つはやっぱり4本ごとくっていうのが、特にテントの中でねやる場合ってあるわけですよ。これ本当は良くないんですよ。メーカーは推奨してないですけど、やっぱり外がね天気荒れてるとかね、僕もこの間上高地行ったんですけど、まあ、外吹雪の場合は外でなんかできませんから、外って名前のねメーカーですけど、まあ、シャレじゃないけどね、本当中でやらなきゃいけない場合の方が多いんですよ。実際はテントの中でやる場合っていうのはね、本当にこぼすと大変なことになっちゃうんで、この低重心で4本ごとくっていうのはこれやっぱり必須でしょうね。まあ、そういった意味でこの4本で支えるっていうのは非常にありがたいなと思います。はい、それではね、換気扇も回しましたんでちょっと火つけてみましょうか。まあ、これ見る限りだと、まあ、直噴に近いですね。ただウィンドマスターみたいな極端な直噴ではないですけど、ほぼ直噴型のバーナーになってますね。はい、それではこの音消します。今日はもう一つ、あのね、僕の手持ちのバーナーの中で ST301 というモデルがあるんですね。結構有名なやつですが、あれはここにね黒いゴムの足がついてるんですよ。で、それがね直接こう下にね熱を伝えなくて、まあ、非常にいいんですけど、これ何もついてないですね。まあシンプルイズベストっちゃベストなんですけど、まあただね、何かの拍子で下が焦げるの嫌なんで、これシリコンのねチューブをかませようと思ってるんですよ。ちょっとそれを今日やってみたいと思います。はい、でシリコンのチューブなんですけど、はい、こちらね約長さが9センチぐらいです。はい、じゃあシリコンチューブ約長さね9センチのやつを4本切りました。先に言っておきますけど、内径が4ミリですね。4ミリのチューブ、これをこう通していくんですが、まあ、このままでもね、まあ、スーッと入るんだけど、この角のところで必ずこう突っかえるもんだから、これね、これ無水エタノールってあるんですよ。このボトルはナルゲンのボトルですよ。僕はパソコンなんか自作するんですけど、その時にね掃除とかで使うんですね。でこの無水エタノールを、まあ、この中にね、まあ、ちょっと入れてやる。はい、ともういっぺんでねこう通りが良くなるんです。でね、無水ですから、まあ、実際この後ねこれが錆びるってことが一切ないので、まあ、要はアルコールで潤滑良くしてるわけですよ。でこれをね、この下の角、まあ、ここもエタノールがあるとスーッと、はい、
かります？こんな感じですね。ちょうどこれぐらいですね。はい、できました。こんな感じで見えますかね。シリコンのチューブで、まあ、下のね、下に熱が伝わらないようにと、あと五徳のね、この真ん中ぐらいまでつけたのはバーナーに火をつけて調理して、まあ、その後、まあ、どかさなきゃならない時ありますよね。でその時ね、これホース持つって非常に不安定なんですよ。そういう場合はやっぱりここ2本持ってグーってこう引くのが一番いいんですけど、その時にね熱くて触れないでしょ。だからねあえてもうシリコンつけてます。まあこっちでもいいし、まあ、こっちでもいいんですけど、五徳と足兼用の部分にシリコンチューブをつけてみました。でこの無水エタノールね、これでやると非常に楽です。まあこんな形で非常に実用的になりましたね。はい、まあしまいなんですが、しまいはねちょっと上にこうグッと上げてあげます。このようになります、ね、でハンドルは折りたたんでこんな感じですね。で非常にねコンパクトですよ。あのプリムスのスパイダーストーブと比べても遜色ないぐらいコンパクトです。でコンパクトでマイクロレギュレーターがついてて火力が強くて、まあ、CB 管が使えると。でこれは ST760 というパワーガスを使ってますが、もちろんこれは冬場はこれでいいでしょうけど、夏場だったらまあホームセンに売ってるまあこのような汎用品のカセットボンベを使えますし、本当にねガチでね冬山雪山っていう風にやる場合は、まあ、僕の場合は迷わずねあのウィスパーライトプラスガソリンストーブ持ってきますけど、まあ、さほどじゃない場合、基本的にねそこそこの雪山もねガスとの組み合わせでいけますし、軽いしねコンパクトでいいですよね。これだったら多分クッカーに入っちゃうんじゃないかな。まあそのようなことで、今後こちらガンガン使っていきたいなと思います。はい、今日は、外の ST330 のご紹介でございました。はい、ありがとうございました。カババでした。